やっぱり怒らせてしまうんだね。時間がね、役所仕事だからね、うん、やっぱり。はい、帰ったらビール飲みたいからね。そうそうやはり怒らせてしまう。怒らせちゃうね。財布あるよね、財布。忘れてちゃった。危ないね。鍵買ってあった？買ってあった。うん、よいしょ。いや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 。怒らしちゃうんだな。怒らしちゃう。時間がね、やっぱりね。何時？五時半か。オーバー30分か。30分かしな。それは怒るな。一人いますよってね。一人で。無視。無視されて。一組いますよ。無視。だっておかしいじゃん。もっとやってていいじゃん。そうね。あの三セットも見たいじゃない、やっぱり。夏だともっと長いだから。3セット見たいよ。いやもう5時帰りたい人だから。そう帰りたい顔してたもん。そうそう、5時まで、うん、俺の仕事は5時なんだぞっていう、うん、役所だぞこっちは、ね、うん、まだいますよってね、うん、あの人たちまだまだ後だと思うよ。そうだね、言葉通じねえんだから。そうだ。自然公園だからずっと行っていいと思ってるんだ。そうだね、ゲート閉まってる。開けてくれんのかな。閉まってからゆっくり降りてきちゃってだけど。開けてくれんのかな。何の例もやらないでいこうか。ぶつかんなよってことなんでしょ。うん。ギューンって来て閉まってからぶつかんなよ。そういうことだ、ね、そこで待ってろって、うん、そうだね。うん。開けてくんないとかさ。それがやつの仕事。やめとこう。なんかすごいすごい物件だったね。うん、観光客のおかげで食えてんでしょ。そうだよ、大事しないと。どうだよ、カメラ止まってたな。止まってたな。開けんだもんね。開けてくれ、開けてくれ、開けてくれんの。待ってんだ。よいしょ。お疲れさん。もう一組まだ1時間帰ってこない。1時間帰ってこない。だってまだずっと向こうにいたもん。ロマンスだったよ。ロマンスだったね。2人の世界入ってたからね。日暮れるまで帰ってこない。帰ってこないわ。今日の日の入り、うん、日の入りは確か6時50 分, か、ね、50分ぐらいだね。うん。ダメじゃん。見に来たんだね。うん、あで見に来る人なんだ。なんだあるかなっつって。うん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 。あのアンブジュしたら分かんないね。アンブジュしたら分かんないね。うん、歩いてって。歩いてってね。釣りもしてんなあ。あんな取ったんで。ああいうのが、あれ死ぬやつでしょ。これ死ぬやつだよ。死ぬやつだね。荒波にさらわれて。波高いな。うん、さっき結構なぎだったのにね。そうだ、うん、よいしょ。あー疲れた。なんか疲れたね。なんかね、なんだろう。来たのが4時半だから。そうだね、1時間歩いた。1時間歩いたね。運動ですな。いい運動だね、うん、あの日はね、起伏のこれ着るとなんかすげえ歩かさるんだね。歩かさる。変なやる気が出てくる。やる気出て、ね、登ったり下ったりなっちゃう。いや次は何バスターしようかな。何バスターするかな。こじつければ何でもできるんだよ。バスター。次サンタ君さ。サンタ君バスター。サンタ、うん。サンタのところバスター。サンタのところバスター。うん。解体を。解体をして。うん、解体手伝って。うん、いやもうバスターしきれないなあれ。あれ一日仕事じゃねえよあれ。あれそうだな。
解体するのいいけどさ、この、うん、ねえ、その廃材をどうするんですかみたいな。燃やすんですか。ああれか、燃料かな。燃料かな。薪にしたのかな。でこれか、ああほら、うん、薪ストーブだからね、あそこ。だし、あの、ほら、お風呂がさ、釜炊きだから。この間、内地の方から来た人、うん、ふくらはぎめちゃくちゃやけどしてたよ。そうなの。あの、五右衛門風呂入って。五右衛門風呂入って、なんか、うん、出るときに、触れちゃった。シュッてなって、なんか、握り拳台の、赤身くん向けてた。うわぁ、痛いなぁ。幸せなのかな。いや結構ぼやいてるよ。ぼやくぼやく、なんか俺もぼやきも最近さ、まあ最近は会ってないんだけどさ、結構ぼやくぼやくよね。俺の悪い癖なんだけどさ、勝手に言ってるからさ。うん、そうね。うまくいかないっつって、うまくいかないっていうね、うん、なんでも手広げちゃうからさ、分かってんじゃんとか。そう、いろんなことやりたがってんだよね、うん、やりたいことはいっぱいあるんだけどさ。ジャズは大丈夫なんかい。ジャズスタジオだよね、うん、まあ、ジャズスタジオ、オールザットジャズって書いてあるけどさ、うん、開けたら普通にいきなりキッチンあって、ね、あのベッドとかあるからさ。そうね、サンタ君のベッドが。いや全然スタジオじゃないじゃんみたいな。オールザットジャズの中にアウトサイダーキッチンがあるんだよ、うん、そう、オールザットジャズの中に、うん、今その撮影スタジオとして機能してるのはそのアウトサイダーキッチンだね、うん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 、でもそれもすごく汚れてたんで昨日片付けてみました。あ、そう。あの、あれはあのサーキュレー、扇風機使ったあの、うん、あれはなかったな。なかった、もう、うん、もうやめたんだ。やめたんだね。あれなかったな。あ、ちなみにですね、うん、あの後あの、うん、素早かったあの魚いるじゃん、うん、次の日死にました。次の日行ったの。なんか今日なんか静かだなと思ってた。綺麗だったでしょ。綺麗だった。水槽変えたのかな。そう、変えた、うん、水槽買ってきてさ、うん、あれじゃダメだっつって、うん、スーってた、スーってね。あ、死んじゃった。あれなんかで、ヒーターをさ、うん、寒かったんか。そう、うん、であ家の中だから、まあ土壌だし、うん、大丈夫だろうっつってさ、南の土壌だからやっぱり。でさ、でプレコはさ、うん、全然平気なのね。でかいからね。しかもあの、うん、なんて今度間違ってさ、うん、サーモをさ、うん、あのなんかサーモスタッドに入れないで直結しちゃったわけよ、俺間違って、うん、だからお風呂みたくなっちゃって。大丈夫なの。ゆだらさんない。そう、40度近くなってさ、うん、やば、あったかい、すごい、なんかね、いい夜中にさ、夜中に大丈夫かなーって見に行ったらさ、うん、なんか水槽がさ、ふわっとあったかいんだよ、なんか、うん、あれ、なんでこの水蒸気がこんなに内側にと思って。水蒸気が触ってるさ、もうカンカンに熱いわけよ。やばっつって、うん、みんなお湯捨てて水入れてさ、うん、プレコ大丈夫ね。おそらく土壌は、うん、あのサーモ入れない時生き残ったとしても、おそらく今回ので死んでたの。ああ、そうだね、ゆだら白くなってたよ、多分。そうそう。クラウンローチャー二度死ぬっていうの。やっちまったな。いやもうね、あの汚ねえ 泥水が良かったんだな。そうだね、あれが良かった。ああいうとこでもともと生活してるもんだね。そうだ、生き物買うのは難しいよ。難しいな。プレコ残った。プレコ2匹買っててさ、うん、同じぐらいだったんだけど、うん、あの雷になったら飛び出したんだね。あの雨降ってドーンって雷が落ちたりしてた日があってさ、一、うん、匹プレコいなくなってんの、うん、でどうしようかなと思ったらさ、うん、あの壁と、うん、あの水槽の間に挟まってね、あの干されてたね。紐のみたいな。シャブコが美味しくいただきましたって。ちゃんとね、うん、無駄にしない、無駄にしない、お前の知らず無駄にしない、うん。クラウンローチは、うん、トットが食べました。ああ、もうなんか奪い合いだったね。奪い合いだった、うん、
俺のだ俺のだ、怖いな。ゾンビ映画みたいな、ゾンビ映画みたいな、あーって5年5年買って大きくしたのになーとか思いながら、 何年ぐらい生きるの本来。でも10年ぐらい、ああ、うん、まだまだこんな50センチぐらいなんだね。うん、やっちまったなあ。でああいうふうにさ、あれ佐藤君水槽だっつって、俺も水槽だと思っていや使ってたらさ、いけすだっつって、あれそう考えてみればいけすだなと思ってさ、うん、あの装飾ついたでしょ、あんな、そうあんな重いさ、うん、水槽ないじゃん。だから捨て、いや今イケスでもあんな思いのなくない、うん、まあイケスだから演出するためにさ、うん、こうお店とかでね演出するためにあの余計な装飾がついて、うん、魚見にくいじゃん、あんな装飾ついてたら。よーそうだ、水槽だって重いんだよ、重いんだよ、水入ってないのに、うん、移動するもんじゃないからねイケスなんてね、水槽だって言うからさ、うん、もうまんま信じちゃった、その時から。考えてみりゃ、はって昨日初めてだよ、 10年ぐらい使っててさ、うん、いけすよっていう、そういえばっていう、そうそう、だよ、いやこのサイズだとこうなんのかなって、うん、思ってしまった自分あれあの装飾で補強してるのかな、そう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 、いけすですよ、そうだ、いけすだよ、あれだってでけえ、うん、貝とか入るやつでしょ、うん、そうそうそう、だからあれだよ、あのあれだわ、シクツとかのさ、うん、あの水族館の近くの食堂とか行ったらイケスあるある、あんなの使ってるよ、そうだイケスだ、うん、あんな重い水槽ないもんだって一人で運ぶと腰悪くするもんあれやい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 や、しかも3とかあれゴミ置き場から捨てる、持ってきたやつもんね、潰れたそういう食堂から出たゴミだな、多分水もさ漏れるから直してさいけすだよ、そうだいけすだよ、あれあの魚食べるのかいっていう、うん、タモです、タモでね、食べるのかいっていうやつ、いやだってもうだって水とかとあれ水とか取っかえてダバってできないからさ、うん、往生したもん、うんいろいろやっても汚れ取れないさ、うんさらってもさらっても、うん、コケ生えてくるしさ、いろんなコケ生えませんとかやつもかけてもコケ生えるしさこれここだっけな、よちこちゃね、うん、そうだ、あっち行ったらシャコタン岬行っちゃう、みんな、あっちつまんないもんね、多分つまんない、 あっちはトンネル入るやつだ、うん、そう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 、こっちトンネルなかったもんね、うん、岬の湯今年で終わりだもんね、あ、そうか、うん、あどこだっけ、終わりなんだ岬の湯、どこ入った岬の湯、どこから入った、こんな離れてたっけ、ここか、ここかな、違う、あれここだね、ここかな取り過ぎたかい、あれそれなんかでかい看板あったよね、看板もないのかい、もいつまで、いつまで、あれなんか岬の湯ってこれだ、これだよね、違うか、これ道路表示看板じゃない、ああ、あそこだ、あそこだ、ほら、あったわ、こんな離れてんだっけ、ああ、よく海見えんねこんな離れててね、7時半まで、7時半まで意外に早い、意外に早いな、嘘でしょ、違う、え、いや何台かいるよ、何台かいる、車はやってないやってないっぽい、なんかやってないのかな、やってちょっと見てみる、休館日だ、嘘でしょ、残念だ休館日、休館日、いやいやいや、こういうことが起きるんだね、いやそういうことか、休館日だな、いや残念だったな、温泉入れませんでしたいやいやいや、お茶もらっていいかい
水曜日何あそこも定休日だったね。そうだね、水曜定休なのかな。シャコタン、シャコタンはあ、一番人来ないからか。うん、中身あのおっちゃんしかいなかったね。そうだね、あのおっちゃんはあれ役場から来たんでしょ多分。うん、あ、役場今日やってるの。残念だな、この辺に書いといてほしいね。そうだね、定休日ってね。いやなんか定休日なんか持ってくからね、潰れんだよ。ギリギリの人数でやってるから定休日持たないと授業に休めないんだよ。ダメだよ、もうだって赤井川村のあの赤井川さんって、うん、あれは定休日ないよ。そうだね、こんないいところさ、こないだ俺一人行ってきましたよ赤井川。赤井川よかったでしょあそこ。よかったよかった、赤井川さん結構いいんだよね、こじまりしてね。そうね、うん、奥のね熱湯がいいんだよね、あのヒノキの。あ、そう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 。攻めるしかないのかい。どこ来るときに、あれあのあれやってんのかな。やってんのかな。なんだっけ、なんとかって書いてある。北斗、北斗だっけ。北斗、喜べてんね。確か北斗って書いてるような気がする。全然違ったりして、定休日か、残念だな。残念だな。ちょっと岬の雪ちょっと期待してた。俺もちょっと初めての温泉だとか思って期待してた。まだ明日一回来れる。明日来れるか。また来んの。いやーきついな、もうきついな。ちょっとした小旅行だもんねこれね。そうだね、ドライブですよ。ジャランとかに出てきたコースです。そうね、ジャランね、うん、ジャランってまだあんの。あるじゃない、なんかテレビはやってるよ、ジャランのなんか。あ、相変わらずあれか、ビューホテルはダメかい。まだビューホテルまだダメだね。まあ、ダメかい。ホテルだから買われたじゃん、うんうん、再開も目でも立ってない。再開目でも立ってない。で結構工事しなきゃいけないから結構かかる。9月だかっていう噂聞いたな。あ、そう、うん、9月に、うん、ラグーン変わるんかな、名前。なんか変えなきゃ面白くないよね。そうだね、どうせならさ、うん、ラグーンになんか新しい。ラグーンもなんかね、うん、なんだろう、薄暗いんだよね、あそこね。あ、そうなんだ。うん、なんか活気がねえっていうかさ、なんか薄暗くてね、うん、なんか遭難してるんじゃねえかなと思うときある。流れるプールとか、うん、昼いいんだけど夜行ったらさ、うん、なんか薄気味悪かったりするよ。ムードがあるっていう感じでもないんだ。なんかプラントに来てる感じ。プラント、夜夕方、曇りの夕方なんかさ、うん、なんかちょっと神器臭いよ、なんかこの暗くて。このぐらいこのぐらいんだよ、なんか。あそこもっと照明焚いた方がいいと思うな。改善が必要。あれ通常営業だったらやってきたのかな、普通だったら。いやでもそれでも無理だと思う。人がいないから、コロナで、
ナーなってなかったら、これなってなかった、なってなかったらまだまだインバウンド来てたでしょ。ああそっか、うん、いやすごかったもん中国人すごかった。まああれはさ、なんか定山系の客のほとんど中国人だったからさ、ああ、まあね、で中国人多いから余計この国内の人たちが来にくい状態になってた、うん、そうだ、うん、でそれでなんか計画立てちゃったから、うん、本来の来なかった時のことでやると、うん、回んなくなった、回んなくなった、なるほど、ね、だから今新しいホテル建ててるけど、うん、大丈夫と来なくなっちゃったいやすごいな今燃えたでしょこれ、これ火事の後でしょ。そう火事の後だよ、真っ黒だったよ、なんか真っ黒だったいや真っ黒だったね、真っ黒だったよ、ゴミすごい出てたね、うん、火事の後だよ多分、火事か、うん、全焼だよ、なんか真っ黒だったね、真っ黒だったよ、火事だよ、絶対死んでるよあれ、死んでるやつ、いや黒かったんだ、でも黒かったら外もなんか結構やられてないじゃん、外もやられてたな、捕まればいいんだ、捕まればいいんだ、うん、カーブで追い越すやつ、うん、捕まればいいんだ、ちゃんと舐めんなよじゃあ風呂入れてなくてちょっと機嫌悪いんだもん、そうだぞあんなに頑張れ、あんなに頑張れたら汗かいてもいいと思ったら風呂入れなかった風呂入れなかったんだ、入れなかったんだ、ゴミ拾ったのに、ゴミ拾って二度と来ねえよって言うとね、すげえ批判来るんだよな、そうなんだ、小樽幼稚館のさ、うん、あるじゃん、高速道路、高速道路ね、900円取れるんだ、あれ、あ高い、幼稚小樽って言って、うん、幼稚小樽館が一番高いんだよね、そうそうそう、うん、でぐるって回るじゃん、うん、ちっこねえのに、うん、できた頃さ、うん、2回金払うんだよね、そう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 、今1回でいいはずなんだけど、あそう俺2回払ったもん、うん、今は1回のはずなんだけど当時はなんか2回払ってたんだよね、そうあれ払ったよっつったら払ってもう1回取られる、いや浦島からこっちはっていう、もう1回払って払ったってさ、うん、900円取られるのって、うん、二度と来ねえよっつったら、うん、まあまあ荒れましたよ小樽シャコタン動画、うん、青小樽陽一動画ね、ああ直接言ったのこの、いや、腹でしょ、うん、どこねえよってそれは良くないなあの人たちのせいじゃないからね、うん、高いのはさ、いや、行ったほうになってるよ、だってあいつらも給料だったの、まあまあまあ言われるのも仕事だよ、あれ、うん、まあね、うん、いや、他のいろんな人の動画でも見たけどね、うん、言わず、ね、その直接言わずに高えなって言ってるのはよく聞いたけどね、うんうん、二度と来ねえよって、二度と来ねえよ二度と来ないから言ったんだよっつってね、うん、どうかね、ね、ごて投げないですねとか言われてそういうキャラでやってんだよって、ね、嫌なあれ、うん、そういうキャラですよ、うん、二度と行ってないし本当に行かねえからな、うん、二度と行かねえっつったら本当に行かないもんね、かたくなだもんな、かたくな初志貫徹、うん二度と行かねえっつったら本当に行かない本当に行かない本当に行かないんだもん、びっくりしちゃう、びっくりしちゃう冗談じゃないんだ山小屋とか、いやもう塩とホタテ豚骨 ね、うん、食べたいですよ、うん、おいすごい美味しい、すごい美味しいでしょ、いや行っちゃったもんな行かねえってな行かねえって言っちゃったもんな言っていいんだよ。いいんだよね。いいんだよ。いいんだよ。来んなって言われてないから。そう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 。うん。勝手に言ってたから。取るなって言っただけで。うん。普通に来る分には別に。問題ない。言っていいんだよ。何もないでしょ。怒られてないでしょ。怒られてない。ちょっとチラチラ見られるぐらい。チラチラ見られて。よいちゃんちょっと居心地悪い店になっちゃったな。なんかな。そうだな。居心地悪いな。居心地悪いな。家族で行けねえな家族で行けねえなルイチはでも俺一回行ったからもう大丈夫かな、ああ一回行ったからもう、まあ、こんな空気で食べるんだって分かってるから、うんうん、まあ味濃いめにしなくてもちょっと塩辛いねしょっぱいな、しょっぱいラーメンになっちゃったな、うん、元気入ってすぐのとこにこう
ラミネートが。あそこ富士の点は？富士はない。ないわ。幼稚園だけ？幼稚園だけ。ラミネート貼ってる。動画撮影のついて。ここ他は？他ね。行った？富士の以外行った？丁寧に行ったな。うん、丁寧に行ったけど特にそんなのどっか貼ってあんのかな。玄関にはないね。玄関に貼ってあるの幼稚園だけでしょ？そう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 。デカデカと。食品サンプルバーンと置いてあって、その横に、このテーブルの上に一緒に。あそこなんだ。うん。絶対見る。食品サンプル。うん。入ってここにあるよね。そうそうそう。そのテーブルの上に、一緒にこう、並んで置いてある。うん、いやー、あからさまだな。あからさまだな。唯一点だけ。だって、ね、富士の店行ってもそんなのないもん。玄関に奥にはやっぱりちょこっとある奥にあんのかな。カウンターしか座らないからさ。ああ、カウンターにはないんだ。カウンターにはない、うん、一人で行くからさ、奥の席占有したら怒られちゃうからさ。あ、そうだねそうだね、うん、一人で行ってさ、そうやって食べてるだけでも占有になっちゃうから、占有になっちゃうから怒られちゃうから。怒られちゃうね。一人で奥の席行きたいけど、あれかな、うん、お互い一杯ずつ食べ時間差で食べたのが占有なのかな。そうなのかな。同時に食えよって。同時に食えとかかな。麺茹でるのめんどくせえだろって。でもいいよいいよって言ってたもんね。従業員その時いる従業員の差し加減でしょ。そうだね、うん。ダメですって言ったらやんないんだから。やんないやんない、最初からやんない。無理にって言ってないんだよ。だいいですか。ダメです。わかりました。わかりましたってねなる、うん。バスターされちゃったか。バスターされちゃったな。山小屋パスタだな。山小屋パスタ行く？いやいやいい。これで？これで。うん、おいーっつって。いろんな店舗さ。取ってないよ。取ってないよ。入るとこだけ取ってる。うん、入ってくる。出てくるとこ。食ってやったぞ。写真はイメージですっていう。写真はイメージです。音声だけ取ってる。そう。マルちゃん家でマルちゃんの塩ラーメン食べてさ、写真はイメージですマルちゃんの安いラーメンになってる。安いラーメン。怖いな。怖いな。予想外に疲れたね。そうだね。うん、いや結構起伏激しかったもん。うん。うん、もう眠いもんだって俺。うわあ、ダメ。ダメダメダメ、ピーピーなっちゃう。眠いもんだってこれ。あ、まだまだ道は長いな。昼ぐらいに起きたんでしょ。そう。眠い寝たのね。うん、いや俺2回寝たんだな。それあの時も眠いっつって寝て、12時に夜中の12時に起きてそんな時間に起きたんだね。で寝れて、みーちゃんが、おはようって、みーちゃんも起きてんのかいっつって入れ替わりで寝て、みーちゃんと俺が、で、俺が起きて、うん、で、その後朝の7時半ぐらいに寝た。で、昼過ぎでしょ。だから7時間ぐらいは寝てんだけど、寝てんだね。あ、まあ、満足はいってない。まとまって寝てないな。だからまた眠くなってくる、この時間、ほら、4時間を12時間ごとに4時間寝るって、あの悪い癖がまた出てきちゃった。昨日11時ぐらいになって、朝5時ぐらい起きたかな。おお、今何やってたの昼は。あ、午前中はね、ちょっとプラプラしてるかな。暇だなっつって、ちょっとプータル行ってみようかなとか。小樽行ったの。小樽行って帰ってきて。小樽で何やったの。小樽でなんか、あの、なんだ、ブックオフとか。ブックオフに行ってたの。飯を食って、プラプラしてるプラプラしてる、ね、暇なんだよ。4時に来たら暇なんだよ。暇さ、うん、Wi-Fi ないからさ、父ちゃんのところさ。あ、そうか。そう、ゲームもねえしね。あの、インターネットもねえからさ。
だから一回きりすって帰るってことはないんだ。休み中はずっといなきゃいけないんだ。いや帰ってもいいんだ別に、うんうん、でもせっかく来たらあの一泊はしとこうやと思うわけ。帰ったら帰ったで何やってるの。そういえばあの仕事終わりじゃん、うん、何やってるの、うん、どこかプラッと行くの俺、うん、あ一回はあの山から降りる。あ一回山から降りるんだ。あの仕事終わり仕事終わり、うん、仕事終わりは山から降りるよね、うん、あ気が詰まるというか買い物には絶対出れるしね。毎日毎日あ毎日あの出たいそうだね、うん、出たいからね。あリフレッシュみたいな。休みは休みはほとんどこっち今うーんそうほとんどこっちにいるかな。うん、うん、幼稚園の友達も他にも、うん、たまに会うし、うんうんお人形感があるまたブティックってやってくんのかね。老人形なのか本当に店員さん立ってるのかよくわかんないけど薄暗いからあ動いたみたいな。そうずっと窓見てるやつだいただけでこんな眠なる。やば。ええー。事故ったらごめん。いやいや勘弁して。勘弁してくれよ。変わるか。勘弁してくれよ。勘弁じゃないよ。こんなところで事故ったら死んだ後水入ってくるからね。バーンって後水入ってくる。うん。いやいや。勘弁してくれ。海だけは落ちないでくれ。大丈夫。いびきが瞬間寝るやつ。瞬間寝る、ね、こないだの早朝がそうだったな。こうやって普通に喋ってんのに黙ったわあ寝てるあいつ中見ちゃ、うん、寝言してたよってやつでしょ。うんそうそうそ そう宮本なんとかめちゃめちゃ宮本めちゃめちゃなんかもう一つ言ってたんだけどさ、うん、宮本、うんめちゃめちゃって言ってこんな夢見たんだろう、ね、覚えてないもんなすげえ中見ちゃん寝言言ってるっつって結構はっきり言ってたよ。はっきり言ったんだね。あここ潰れたやつだね。あってトンネルがね、うん、あ慰霊碑かなんかあるでしょあれ違うかここじゃないか。ここじゃないあの豊浜トンネルでしょ、うん、まだ先か全然先だ。余一入るやんバスぺちゃんこだもんね。あ、いやバスあそこに潰れてる時に俺、うん、弁当運んできたことあるんだよね。テレビ局の人。あそう。どこで働いたの？あの誘致のイオンの中にあったファミレス。働いたのね。誘致って何もないじゃん。なんか仕出し屋とかさ。ないないない。だからなんか片っ端から電話したんだろうね。でうち受けてさ。うん。持ってきてもらえますかって。そうそうそう。何個ぐらい作ったの？とね、10個ぐらい。10個ぐらい弁当ね運んできたんだね。だから規制線の中入れたの。いやそれちょっとね、うん、あトンネルを通ってきたんだ。いやトンネルって向こう側だけど向こうがね、うん、向こう側だけどトンネルって規制線の中入れてテレビ局で、ね、お弁当届けに来ますっつってどうぞって、うん、知り合い一人死んでんだよね。バスじゃないもう一台車いたじゃない、うん、で釣り具屋の店員だったんだけど釣り屋ってどあの幼稚のあそこのさあのなんだ沢入ってする橋のとこのだそうそうそう、うんうんうん、その釣り屋の店員で、うんうん、その人はあの知り合いと
あのペシャゴになったんだ。そう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 。いやー運ないね。運ないよ。で何死体も上がんなかったでしょ。ペッチャンコで。ペッチャンコだよ。いやお何歳ぐらいでしょ。あの当時ね。同級生ぐらい。いや結構ちょっと上だったけど。10個も上じゃないな。こういう時に一回ボーンってくる。そうそうそう。ガチャン。瞬殺だろうね。瞬殺だね。何起こったか分かんないよ多分。で、その当時のサティか、サティの中に入ってたパン屋の女子高生も行ってるからね。アルバイトの。バスで？バスで。あいい、アルバイトの女子高生。じゃあどこに住んでるでしょ？幼稚？古びらで、いやじゃあバイトしに来た時だ。そう来るんだか帰るのか、何か何時頃だっけ、あれ夜だっけ朝じゃなかった。朝だ、だから学校行くのに乗ったんだ。ああそうだ、やっぱり朝なんだよ、あの地震とかもさ。あそっか、ああいう地殻変動って。マネキン多いな。マネキン怖いな、やっぱ田舎の海町のマネキン怖いな。そうだね、まあ、もう20年ぐらいでしょあれ。そうずっと古いマネキンで、髪型とかすごかったもんなんかね。セコちゃんカットみたいな。そうそうそう、セコちゃんカットみたいな。今やったら逆におしゃれかもしれないよ。あセコちゃんカット、モダンだね。モダンシーナリンゴとか似合いそうだな。あの工藤静香のこういう前髪とかも今やったらおしゃれかもしれないよ。おしゃれかもしれないね。今前髪ってみんな前髪事情はどうなってんだろう。なんかパッツンの人とか多いよね。ぺったら濃くなってこうパッツンになってる人とか多いよね。最近女子見てねえな。女子見てないもうおばあちゃんばっかり見てる。今日一ばあちゃんしかいないから。ばあちゃんしかいない。若い人来て、うちの職場のババアしかいないけど。あそこなんだかわかる？なんか養護施設だっていうの思うんだけど。あれ？あれな。そう。あ、養護施設、あ、そうさ。あるったな、この辺に、上に、トンネルの上にあるとかのが言ってた。トンネルか、あそこ。養護施設。あんなにごっついか。あ、すげえなんかいっぱいあるね。要塞みたいになってない？要塞みたいになってるね。なんか、サティアン。サティアン？あれ、こっちかな？夜になると高校と明るいんだよね。緊急施設かなんかあんの？なんだろうね。いやこれなんだろう、これなんだろう。役場か違う、役場か。役場だね。おしゃれだな、モダンだな。税務署？役場だ。夜になったら明るいんだよ、あそこ。どっから行くんだろうね。何があるんだろう。温泉ではないの。どうやって行くんだ、あれ。道がどう繋がってるか分かんないね。そう。これ見れば分かるかな。脇道入ってる。ここだ。ここ登っていくの。ああ、なるほどね。ああ、こっから入るの。バス差し見る、ちょっと。バス差し見る。もう行ってみるとかやってみるか、バスターする。バスターする。ここしか道ないもんね。そうだね。あ、ここないね。あだ。共同の家。黎明会館。共働きって書いてる。共働きの家。共働きだもんね。どういう施設？なんだろう。バスターしてみる。ちょっと行ってみる。なんか槍持った人立ってそうじゃない？なんか。
やりもっと人もんとか部族商品みたいな共働きの家共同の連盟会館共同って呼ぶんだろうけど字は共働きだよ共働きだねまだある。ペペロンチーノ作ったよ。お、どうでした？美味しかった。いやあれ美味しいんだよ。ちょっとベーコンと一緒にさ、ペペロンチーノしてる。ニンニク増してね、普通のニンニクと、餃子ニンニクと、ベーコンでペペロンチーノしてる。有名な里。金田一少年であの、死体とかが出るやつ。いやクマ出そうだな。なんだろうね。あの集落があったもんね。そう。黎明の里があんな大きいわけないよね。里だからさ。里だからね。何軒もあるの。じゃないかな。巨大な施設なの。共働きの。共働き。共働きって書いてあったよね。うん、共同つってね。夕方に来るのがちょっと怖いな。ね。うん。でどういう人たちがいる施設なのかっていう。施設なんだよ。なんか施設っていうのは聞いてんだけど。老人ホームみたいなのかな。下ってくるな。職員の人かな。この先に道ないもんね。あるか。人里離れたね。どうじゃいかないね。かまいたちの夜みたいな。かまいたちの夜みたいな。ピンクのしおり。ピンクのしおり。ああ、真っ黒したな。ピンクのしおりを。大したことなかったもんね。大したことなかった。労力がさ、返してくれよって。全部のシナリオを出さないと出てこないんでね。そうそうそう。ね、くだらないしおりまで出してさ。で それをさ、達成したやつって見せたがるからさ、ただただ字を見せられるだけのさ。そうムーディーな音楽だけ流れてね。そう。ここか。一本道だ。一本道だね。なんか爪寄られたらなんて言う。温泉あるって聞いたんですけど。違いました。つって。うん。ああつって。あここじゃ。あれ三つの湯ってみたいな。だいぶ向こうっすよ。ごめんなさいやって。温泉施設に見えたからちょっと来てみたんですけど。ここかなと思ってみたいな。なんか書いてある。工事中なのかな。ダンプ入り口、出入り口。工事用車両、出入り口。頂上だもん。サンタくんちより高いんじゃね。高い、ね、だってちょっと耳つってやった時も気圧が変わったんだね。耳ちょっとふってやった時もね。カッてやんないとこう治んないですね。いやいや登るな。登るね。しかも袋小路やってるこれ。いや回ってこれるんだね。1キロもある。1キロ。
集落あったけど、そんなに建物あるように思えないんだけど。思えないね。いや、あったよ、建物ね。ねえ。なんか早いの来た。おばちゃんだったな。なんか攻めるんだね、おばちゃん。おぉ。ビクだ、ビクだ、ビクだね。秋だな、ここ。ここ秋だな、まだ。まだ冬の香りが残ってるね、これ。おぉ、あったあったあった。なんだこれ。なんだこれ。ミックスベジタって書いてある。スベジタ。スベジタ。ブルどこ行ったんだろう。あ、これ。何の施設なんだこれ。家か。家か。家か。アパートみたいなのね。バス待ち合い所あるよ。人、あ、人住む普通のアパート。寮、寮、白樺の寮。町営住宅。うわ、すげえ雲。すげえ雲。雲のが上じゃん。雲の上だよ。ここレメの里、町営住宅があるんだ。普通に家あるな。普通に人が住んでるんだ。憩いの家とか。ここの人たちはなんでここに住んでんだ。ねえ、安かったのかな。雲の上だな。なんで住んでんだろう、ここ。何あんの。若者宿、憩いの家、共同ミックスベジタ。何なんだこの。何なんだこれ。小国を作ろうとしている。なんでこんな上に。宗教とかじゃない、ね、結構人いるよ。宗教っぽいなんかね。宗教の香りがするけど違うのかな。大丈夫かな。大丈夫かな。何なんだろう、うん、結構人住んでるじゃん。住んでる、うん、人すげえいる、うん、もうちょっとした町だよこれ。町だこれ、ま、魔女の宅急便のこのあの、うん、丘みたいになってるよねこれ。憩いの家、うん、指定避難所集合場所、憩いの家、保健支援ステーションね。バカステーション、就労ステーション、介護、介護支援、自立の家、バカステーション、福祉関係の。こっちは老人ホームみたいなもんかな。いっぱい家あるよ。京都で乗り合いバスで買い物行くんかな。店ないよね。うん、石鹸工場があるよ。あ、石鹸工場。セタカムイ石鹸工場。大体石鹸作るよね。うん、あのそういう人って。そういう人って。住民が。車ないと無理だなここ。無理だな。チャリじゃ無理だな。冬車もきついな、ここ。なんだろう、これ。ミックスベジでしょ、これは。黎明の里、開拓の日。ここ開拓しちゃったんだね。いつ開拓したの、こんなところ。これ来たところだよね。そうだね。もう一周してみる。一周するかい。近くは行けないよね。行けないね。行けそうだけど。行けそうだけど、林道みたいになってるよ。いや白樺林よ。これ冬きついでしょ。ね。人いる。秋の家と。明石も。ガチや。ガチや。公園もある。公園あるね。公園あるね。路肩弱いから気をつけてね。ああ。池みたいなもんない。あるね。水車回ってるな。水車回ってるの。水車回ってる。どうやって行くんですか。行きたい。不審者だよ今俺ら。不審者だね。若者宿って。若者がいるのかな。村人がこっち見てるよ。こっちはなんだろう。新しい道だね。風力発電所作ってます。じゃあ風車があるのかな。でっかい。このコミュニティに電気を供給するためかな。あ、なんか門があるね。ん？門があるね。門があるか。門か。行っちゃいけないのかな。どうなんだろう。ゲートか。高さ制限ありみたいな。あ、なんか入っちゃう。なんかセンサーがない。これ行っちゃいけないやつかな。なんて書いてるあれ。危険注意。あ、
か。うん。お、U ターンできるか。うわ。U ターンはできないな。路肩弱いな。ちょっとバックで降りていかなきゃだな。上開けてないのかな。ちょっと行ってみて。うん。広いとこちょっと行ってみるか。行くしかねえ。バックへきついよ、下りだと。きついね。うん、ここ行けそうだね。あ、ここで U ターンできない？できない。林道だな、これ。そうだね。おお。スイッチ、スイッチだね。まあ、もうちょい巻いてるでしょ。いける？もうちょい巻いてるよ。怖いよ。もう切れるでしょ。大丈夫でしょ。普通、うん、普通に住んでる人たち。住んでる人たちね。なんか宗教史を感じるね。ね。うん、集落でさ、うんうん、一つコミュニティが出来上がってるわけでしょ、これ。そうだね。あ、国を作るってこと？そういうことだね。小国だね、なんか。だって、黎明、黎教、なんてとここれ。黎明の里。黎明の里。うん。黎明っていうのもさ、黎がひらがなだよ。わかんないよね。うたすつ地区。うたすつつんだ。うたすつ。日本財団、黎明の里、施設が多いのかな。施設が多いんだね。福祉施設だから、あれじゃない、子供たちの家もあるんじゃない。おうおう、これちょっと調べてみたいな。なかなか闇があるかもしれない。闇があるかもしれない。勝手なこと言っていいけど、でも絶景だよ、景色が。そうね、うん、そうね、絶景だね。あ、うん、雲と同じ高さなもんだって。そう、耳つってなるよ。そうだね。海抜何メーターぐらいなんだろう、ね、ミックスベジタが気になるよね。ミックスベジタ何やってるとこなんだろう。なんでブル言わないんだろう。うん、ベジタ、ベジタ、ミックスベジタブルって言わない。カカロットって言う人なんか。ベジタ、ミックスベジタブルまで言うと表彰に引っかかる。ああ、そうなのか。表彰あるのかな、ミックスベジタブル。あの、なんだっけ、ね、あの、コーンだ、ニンジンだ、そう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 、グリーンピースだって入ってるんですよ、うん、ブルまで行くと、引っかかっちゃうと。ああ、ミックスベジタ。だベルファイヤーじゃなくて、ベルファイみたいな。なら大丈夫。ボクシーじゃなくてボクボク。アルファードではなくアルファアルファアルファファーまで行くんだ。アルファじゃねえんだ。そうそうそう、アルファピックスベジタって新しいな。なんか気持ち悪いよね。そうね、なんかブルどうした。飛んだ寄り道だったな。そうだね。いやでもな、でも謎解けた。謎解けたね。何あるとこかって。意外、そう、施設の集まりだった、ね。そう、普通の家もあった。住んでる。すごい明るいんだよ夜。ああ。あの動物を寄せ付けないために。なんかね、うん、不思議の海のナディアのネオアトランティスみたいな感じ。神秘的。ピカーって光って、なんていつもね、ここなんだなんだっつって。 UFO でも呼んでんのかしらって。すげえとこに作ったな。でもすごいとこに作ってない？すげえ、全然違う。あのなんかここに作ったっていいじゃん。うん、なんであんなとこに作ったんだろう、景色から。いや、この道路引っ張るのもさ、うん、大変だよ。だってあそこ以外、なんか行く場所ある？ないね、繋がってないもんね、どこにも。もうあの林道だもんね、うん、
ナビもそこであそこで道路が切れてるって、うん、あとは林だもんね。そうだ、うん、あそのためだけに、うん、この道路を作る、また耳変だもん。下りても気圧の変化に耐えられない。俺鳴ってないよ。そう、うん、登る時も鳴ってない。鳴った鳴った抜いた今。抜いた今、鼻で勝手に抜いた、耳抜きした。鳴ってないな。山に住んでから気圧の強いのかも。あそうかもね。久々に山越えたね。いや、赤い貝より高いのか。高いのかな。高いのも結構だしな。 あそこなんないでも、うん、いや、緩く登ってるからね。あこっちここ急激に登ってるじゃない。そうだ、勘弁してくれよ。ごめんじゃねえよ。ごめんじゃねえ。先に謝るのやめといてくれよ。やってから謝ってくれよ。どうせだったらやる前に謝んなよ。だってやる気満々じゃねえか。もう会えないかもしれないから。いやいやいや。やらないように気をつけてください。眠い時こんなになってっからね、俺。こうやってこって運転してから、グーって言いながら。うん、上来1台おらい、おらい、ここだ。ああ違うか。違うまだ向こう、まだ向こうか、うん。懐かしいな、あそこ行けんのかな、歩いては。あそこ、うん、あの海沿い、海沿いのほら、なんかあったじゃん。行けんのかな。ろうそく屋のとこは行ける。 あそう、車で近くまで行ける。歩いてはなんか入れるの。歩いては入れるのかな。トンネル入れんのかな。閉鎖されてなかったっけかな。なんかね、うん、あの窓のあるトンネルでしょ。そうあのすげえ、あの、うん、トラックとすれ違う時もヒヤヒヤなのか。そう怖いわ。ようこんなとこで、お前ってこんな無理やり道路つけたなって。北海道多いよね。そうだ、あの線路もさ、線路と道路はさ、海沿いギリギリ波かぶってるやつ。やっぱあれは絶対海見せたかったんじゃない。したかったんかな。うん、他こう断崖絶壁だから道作るの大変だった。ああ、うん、トンネル掘るよりは金かかんない。意外とあそこのね、海岸沿い好きだったの。ああ、ただ一箇所だけさ、うん、本当あのカーブでね、そうダンプとかさ、うんうん、あれダンプだったらどうなんだろうと。いや行けないわ、どっちか譲んない。譲んないとダメだよね。うん、そかったわ。警笛鳴らせって書いてあるね。あ、そう。ああいうところで鳴らすんだと思って。警笛鳴らせ。警笛鳴らせあった。うん。なるわ。うん、一番の難関だもんね。難関だね。白岩みたいなところ。そう。すごかったね。いいトンネルだな。トンネルもあの新しくなって落ちたからね。あ、新しいやつが落ちてるからね。あ、そうだっけ。そうだよ、古いトンネルは落ちてないんだよ。ここだっけ。いや、これじゃねえな。これじゃねえ。
ちょいハマゾンでいる。なんかあるもんね。ああ、そうだそうだ。これだよ。新しく作ったやつ。ああ。で落ちたところがね。もうこっちでしょ？あ、このトンネル。このトンネル？うん。あ、新しく掘ってないんだ。掘ってない掘ってない。修理してる。修理したわけ。うん。そうそうそう。怖。この辺じゃない？広くなってるところ確か。ああ。これ9だ。そういうもんね。うん、もっと古いのがあるんだよ。うんうん、だからあの新しくしてそれが落ちたのさ。もっと古いのは向こうなんだ。落ちてなくて。そう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 。海沿いにね。うん、そうだ。俺東京にいたからさ。うん、あれっつって。うん、地元や。うん、なんか通行止めでさ。うん、早く掘ってみたいな。あの古い方の道路を一回生かしたんだから、うん、あ戻したんだ。うん、そうかそうか、そう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 、新しく掘って潰れたんだね。そう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 。何人死んだんだっけ。あれ3人だっけ。いやもっと死んでる。19。そんなに死んでんの。うん、19人死んでる。あ、そうだったっけ。でバスに乗ってたのが18人。あの時代だからいっぱい乗ってるわ。18人乗ってて、うん、で1人の別の車で乗ってたのを知ってる人がね、うん、でそれで合わせて19人運転手含めて19人で、バスの、うん、バスのナンバーがね199クレーン、怖っ。そうで、バス18人だから1人足りないっつって、うん、外から1人怖っ。あれだ、自家用車のやつだ。そう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 。自家用車のやつは何1人乗ってたの。1人19人くれ、怖っ、怖っっていう話。本当に199でだった。そうそうそう。いや、いい。そう、この番号知ってる。何番号。この車の、この車の番号知ってる。分かんない分かんない。4771。なんだろう。4771は何だろうな。なんか語呂合わせある。ある。あるの。ある。何何何、ちょっと考えてみて。よ、死なない。正解。早いな。死なないだ。早いんだろ。早いな。死なないだ。4771。死なない。死なない。希望ナンバー。希望ナンバー。死なないけど擦る。擦る。いや、嫁が擦る。死なないけど嫁擦る。擦るやつ。お前バンバン割れてんじゃんっつって。買ってまだ2ヶ月経つ。ああ、2ヶ月の頃か。がっつりしてじゃん。保証も効かないな。うん。自分で。早いなーっつってさ。遠石に狩り？うん。あ、氷か。え、あのね、入ってくるときの縁石だと思う。ああ、そっか。見えないでしょ。うん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 。ちゃん、ごめんって言うから、うん、どうしたのって言ったら、車のそこ見てきてとか思ったら、ああ早いなぁ。早いなぁって、うれうれとカメラ回し始める。そう。何これとか言って。グッジョブって。しょうがねえって言って、しょうがねえ。しょうがねえよ。とりあえず文句だけ言うわ。文句だけ。ぐちぐち。ああ、やっちゃったなーっつって。嫁さーん。たくさん。なんなんだよとか言いながら。とか言いながら。ナイス。ナイス。ナイスじゃないけど、生かすしかない。生かすしかないね。生かすしかない。少しでもね、回収できれば。そうそう。で、嫁の評判落としてさ、これあげて。文句言うことによって嫁ちゃん救われるわけだ。そう、あいつセンターライン、センターライン、あいつ。大丈夫か、大丈夫か、おい、起きてっか、起きてっか、起きて。おお、やばいんだ、あいつ。大丈夫か。大丈夫。両帰り、両帰りかな。一人乗ってる。二人か。二人いる。一人かな。携帯で話してんのかな。スマホ見てる。次がっつりセンター寄ってんね。うん。いや、これでさ、俺前さ、前のやつ突っ込んでったんだよ。トラックにて呼んでさ、怖いな。怖いんだよ。なんか家あるわ、そこ。
小屋あるね。小屋あるね。なんだろうあれ。俺もはみ出してたね。小屋あるね。小屋あるね。ピーピーピー。後ろのやつがおいおいって危ないよ、大きい、大きいってやってるでしょ。でもやばくない？やばいね。あいつやばい。フラフラしてんな。フラフラしてんな。あんま近づかないほうがいいな。あ、近づくより距離は空けといたほうがいい。そうだな、なんかちょっとやばそうだな、あれ。フラフラしてんな。うん、飲んでんのかい？飲んでんのかい？飲んでんのかい？だよ、白いバンのやつはなんか飲みそうな気分がそうだね、飲みそうな感じなんだ、なんかワンカップとかダッシュボードに積んでそうだもん。ザワーじゃあストロングゼロだね、今ストロングゼロか、おそらくストロングゼロだな、ね、いやー、センター踏んでんな、踏んでんな、あーやべえな、大丈夫か、トンネルで事故るとか最悪だからね、眠たそうだな俺気持ち分かる今勘弁してくれよ。え、ナンバー5399、ゴミクックですよ。ゴミクック。俺だ。ゴミクック。ゴミで料理します。ゴミクック。5399ことだよ。5399。運ばれちゃう。運ばれちゃう。いや帰ってまいりました。なんかあれなんか天気良くなったな。僕ちょっと曇ってたけど。ね。トンネル抜けたら。そこは雪国でした。で、あんなフラフラしてないこう途半車線行かないっていうね。わ行くわ行くなこいつ。おはや。だわこれ、途半車線そう追い越しちゃダメでしょ。すげえなこいつ。クズだね。クズだ。事故ればいいんだ。そんな飛ばしてどうすんの。なんだこれ。函館ナンバーだよ。関東のくせ生意気だな。関東。バンバン行くな。俺が遅いのか。途半車線行くべきだったかな。そうだったかな。安全運転してるだけでもなんか俺が悪いね。結局詰まるんですよ。途半車線ね、途半車線普通に走る。あれ途半車線っつうの？俺そうそうそう当番って言ってた俺。途半車線。途半っつうんだあれ。ちょっと当番。あなんかここのトンネル千歳空港来たみたい。あ明るいね。明るい。おくら。いけ消された。なんでお前。暗くなんで明るいネクタイ消されちゃった。あるこんなことあんの。面白いな。あの突然消えたね今ね。こんなことあんの。いやなんでだ。いやトンネルまで嫌われる俺。明るいねってバサンと。びっくりするわ。これからつける時間でしょうよ、つけるなら。あの昼間の方がつけてんだよ赤。そうなの。目鳴らすのにさ。ああそうか。そうか、夜のが絞るんだよね。おう、うん、今か。今なんだね。ああやっぱりあの外の光との兼ね合いなんだ。そう、うん、そう明るくていいねって言ったらパチって消す。切ないタイミング良すぎるな。嫌がらせかよ。嫌がらせに覚えた。明るいね千歳空港みたいあうぜえよパチやめろよ暗いよっつって。ほら違ったよ、千歳空港じゃなかったよって。切ないなぁ。切られてんなぁ。いろんなもの裏切られるなぁ。無機物にまで裏切られるからなぁ。光の加減でしょ、今回な。今回光でしょ。光。照明にも嫌われる。裏切られるのは酒だよなーって、そう言い出したら終わり。終わりだわ。酒も結構裏切るよ。裏切る？うん。具合悪くなったりさ、記憶を失ったりさ。うん。うん。若い頃はさ、なんかあの
知らない人の家でさ、便所でゲロ吐きながら目覚めるとかよくあったよ。それはそれはさじ加減じゃないかな、さじ加減かな。記憶なくなってこう便所を枕じゃクサッつって起きる、コットン便所のこのいやいい土にこんな手乗っけて、その上こうだって、うん、何歳の中身っちゃな、20代で前半かな、あまだあの髪がおかっぱだった頃、いやもうパーマ当たってたかな、パーマ当たってたかな、パーマってなどれぐらいの頻度で当てるの、あー当てんの、パーマ、まあその時による気分で、あ今日行こうかなと、1年に1回か2回、いやもっともっともっとだわ、うん、自分で当ててる時もあった、あそう、うん、当ててる時、何あの、うん、巻いて巻いて、あのパーマイクかけて、あのおばちゃんみたく、そう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 、巻いて、うん、巻いてパーマイクかけて、自分でやってる時もあったね、これこれ赤いもうまあまあ知り合いっていうかさ、うん、天然パーマ嫌でしょうがないじゃないこれはもう本当にペッタラ濃くなるからさ、そうだね、そうだそうだ、でバイク乗ってた時があってさ、うん、もう完全にペッタラ濃くなってさ、ヘルメットかぶるから、おでこも広いんだっけ、うん、そう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 、そうだ、おでこ広いイメージあるな、ぺったら濃くなるからさ、もうなんかあのね、濡れた野良猫みたいな濡れた野良猫みたいになるわけよ、うん、であの骨の形わかんだね、そう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 、うん、なんか嫌だなってパーマってね、うん、うん、でバイク乗ってた時も、うん、あのヘルメット外してこうカーってやったらもうすぐ戻るから、こういうのが、うん、楽だったね、うん、ああそうか、そうでも後頭部が絶壁だからさ、うん、なんか嫌なんだよね絶壁って平らなのかも、ここが平らなの、へえ、だから赤ちゃんの時になんかいい感じに寝かしてくれなかったんだろうね、あの床で寝てたんだ、そうだろうね、うん、やっぱいい輪ゴムで何回もお前ひょうたんみたいになるのかな、なると思う、なると思う、ほんと、どっかの部族とかやってるじゃん、なんかああ、うん、頭長い人とかいるじゃん、こうやってなんか首長族とかってあれまだやってんのかね、いるんかな、見てきてんすがよくわかんないね、もうはってなんのかなグラビアアイドル首長くてはーってなんのかな、クシーってなるかな、やべえって我慢できねえってなんのかなたまんねえよってたまんねえ、いやもうちょっと短い時が一番だったよとかってなんのかな長すぎんなちょっとなーって、うん、多めあれだなってお前分かってねえよいやでもさーって、うん、長すぎるとさーってあれじゃねえみたいな、でかすぎるとなーっていうことと一緒だね、そうそう、おっぱいがね、うん、そうだねー、ある好みあんのかないや俺輪っか12個がいいな輪っか12個がいいなとかいいんだよ、俺は10個だな、ちょうどいいよ10個とか、10個かお前背ちっちゃいからなみたいな、ね、そういうことあー背ちっちゃいな、センスがな、でもあれ2丁目のやつなんてあれだで、背ちっちゃいけどあれだで、あの嫁さん20個以上だでって、いやーどうなんだろうな、やっぱ俺なんかあんまり出世できねえな俺なとか言って入れますか、あお願いします、お願いします、気づいたら入ってない眠いから飲むしかないって言ってくださいよ、あいいんですか、うん、言ってくださいよ入れてって、そうそうそう、この川口、ね、何年前になるっけ、ねえ、いや何年前だ、30年経ってないか、30年は経ってない、25年ぐらい、25年ぐらいか、そうだね、それぐらいだね、うん、免許取って間もないから、僕いきなり亀見せに行ったね、ね、もういきなり行っちゃったね、もうのっこり疲れた弾丸だよ、しかも
どこにも寄らず、そう行ってこいで、どこにも寄らないっていう、うん、で売店もやってないって、やってない全てが全てが風呂もやってない、うん、くじかれるくじかれる風呂もやってないって、うん、コンビニも言ってないからね、うん、そうだね、どこも言ってない、うん、コンビニはちょっと照れるもん、このうざん二人でゴーストバスターズでこう入ってくるのちょっと照れない、一人だったらいいけど二人でも同じ格好してくからさ、あなんか照れるよね、絶対なんか分かる、通り過ぎた時女子二人いたじゃん、うん、シャシャ見てなかった、うん、笑われてたかもしれない、うん、こんにちはって言おうかなと思ったけどさ、うん、絶対何かしらの YouTuber だと思われてる、お前絶対絶こうだもん、格好だもん、ね、絶対 YouTuber だ、 YouTuber だと思われてる、 YouTuber じゃないみたいな、うん、あんな YouTuber いたみたいな、そんな有名じゃないよあんな人ヒゲって出るな、出たって言って出たって、ヒゲヒゲでヒゲ、あこの人だ、ね、この人だいた、映さないように頑張ったからちゃんと、あスタッフ偉い、わもう偉い偉い、やってたからさ、うん、まあ、言わなくていいんだなと思った、うん、めんどくさいじゃん、なんかそう、あとからね、あとからね、ガヤガヤ大変だから、ね、え、無税かけないんですかと、うん、お前映すわな、なんでモザイクも大変じゃん、大変ですよね、めんどくさい、うん、下手したらですね、画像編集ソフトの他にそのモザイクかけるソフトを使ったりなんかするわけでしょ、うん、そうそうそう、うん、で2回かけなきゃいけなかったりとかね、うん、重いから1回かけてまたその上からみたいな、うん、あやっぱ余市ってあれだね、うん、結構都会だね、都会だよ、平らだもんしてってまず、うんうん、平らなとこが多い、ビルみたいなマンションあるんだもんしてそうだうん、すごいね、うん、5階建て、5階建てでビルって言っちゃうからだってエスカレーターとエレベーターがあるんだぜ、そうだよ、ないとこもあんだよ、2機行ってこないよ、全部平屋だよ2階建てもあるけど、うん、全部平屋だおー眠そうやなもうすごくバタン級だね、バタン級だね、起きたら連絡ください、うん、うん、そうだね、うん、起きたそのまま起きた時間によってね、そうだねそのまま起きないこともあるだろう、あるだろう、そうあるね、起きたら2時こう 2時過ぎてたとか、そうだ、そうなるともうダメだよ、もうダメだね、うん、11時ぐらいまでだね、そうだね、よくて、うん、起きたら2時とかで、シャッターしまったな、あ今時間ちょっと請求寄るのありだなと思うけど、この格好で請求ちょっとな、上をこう縛っちゃえば、ああそっか、なんか請求で買ったりする、いっか、なんか買うか眠いな、眠いな、やめとっか、うん、やめとっか、でもね、半額の時間だよね、そうなんだよ ね、半額の時間、うん、ちょうどいい時間だよねちょうどいい時間だな、うん、でももう、食いもいっぱいあるからね買わなくていいじゃん、いやそう、なんかね、無理に半額を求めなくても焦ってしまうんだ、なんか、ね、うん、でもね、なんかあ、やっぱ四時半にもさ、空いてる、水曜日ってダメなんだね、水曜日ダメだね、だから多いんだね、そうだ、昔イオンとかもさ、うん、定休日あった頃はさ、うん、水曜日定休だったもんね、あそう、うん、サティ、うん、あ水曜定休だったんだっけ、うん、定休日あった頃がある昔ね、本当にまだ今ほど貪欲ではなかった頃だね、うん、そうそう、まだあの元旦休みにしてた頃、あれ今元旦休みじゃないっけ、休みじゃない、あれってんだよ、いやすごいな、スーパー、スーパーですね、ああいうことやるから他のお店も休みづらくなる、そっとコンビニとかやってるからさ、カッパグキで、ね、しかも高
高くても買うから、うん、簡単なんで。そうそうそう、うん、うーん眠いな。だ全然大丈夫全然大丈夫だ。眠いな。あーそうか、水曜ってそうなんだね。月曜ってなんか始まりだからやるのか、うん、火曜も、うん、火曜は床屋か、床屋が休みだよね。月曜じゃなかった床屋、火曜だよね。火曜、あれ月曜じゃない、月曜だっけ、火曜でなかった床屋、あれ俺月曜だと思ってる。あ、車のディーラーも火曜日休みなの。あそう、うん、あ床屋って調べられる今すっと、こうやって決着、これ決着させよう、決着させる、俺月曜、いや火曜床屋の休みは、ね、いざが止まらないよ。いや眠いじゃん。眠いね。体力奪われたな。火曜日かな。火曜日。あでも月曜のとこもある。あそう。月曜か火曜日みたいな。ああ痛み分けだね。ああどっちも正解。どっちも正解。たまたま自分が行ってたところは火曜日が多かった。うんな、あやった、着いた、着いた、おめでとう、ありがとう。お疲れ様。お疲れ様。いや疲れたでしょ。温泉でリフレッシュするつもりだったけど、もう心折れちゃったそこで。そこから眠いもんだって。うん、というわけでね、もう本当今日もねバスターできました。うんうん、ね次回のバスターにバスターズにご期待ください。うん、バスターズ。おやすみ。Oh!